ちょっと待って、なんでなんでなんで、ちょっと待ってね、始めちゃったんでやります。青銭がよいしょ、1000万超えちゃった。なんで、うるさいね、ごめんなさい。あのね、ちょっと やります。さっきまで999万よいしょ5000枚ぐらいだったんですよ。待って、なんか1万ぐらい増えてる。なんでだ、超えちゃった。動画をね、また撮ろうかなとか、なんか収めようかなと思って、大事にあと5000枚だって言って大事に過ごしてたんですよ。でよいしょ、また今この拓郎でもののけの塔3回に挑戦が、今これちょうど2回目なんです。さっき1回クリアして、クリアしたらなんか青銭増える？で1回戻って、あ、ゲージちゃんと2分の1になってるなっていうのは確認して、で今2回目に挑戦なんですけど、一気に超えてる、なんでだろう。で拓郎で3回クリアで、確か特に報酬の青銭は、なんか青銭増えるのかな。なんで。なんでだろう。待ってね、これも集中してやりたいし、スキンチェンジがね、間もなくできるので、拓郎でもののけの塔3回を、クリアを2回目挑戦中で、今衝撃的だった。パッと見たら1000万超えてた。なんでだろう。初めて超えた時はショート動画にするぐらい、ちょっと待とう。結構、自分の中で大きかったので、まっすぐ、ガチャで、消えましたけど、また超えるタイミングが、また、来たので、大事にしてたんだけどな、なんでだろう、急に超えてる、しかも結構超えてる。なんでだろう、なんかあったっけ。ちょっと待ってね、集中してやりたいけど、この謎がすごい気になる。なんでだろう、なんでだ、なんかあったかな。ログインはもうとっくにして、だからログインボーナスではないし、拓郎で一回クリアしたらなんか何千枚か。ないよね、そんなバグってなんか入る？ちょっと待って、ここ真剣にやろう。よいしょ。さっきもね、一回目クリアできるまでまた時間かかっちゃって。危ない！で、これ左行くときが、ここで始めるとなかなか大変。で、真ん中に持ってって、間に合うか。よし！ああ、いけた！ここ行ければ多分もう、ほぼクリアです。いや、わかんない。最後がわかんない。なんで増えてんだろう。結構増えてんな。なんかやったっけ？なんかやったかな？ログインをした後に拓郎チャレンジして、何回かチャレンジして、さっきやっと1回目クリアできて、クリアゲージいったなと思って見て、思い出した。うわ、そりゃ増えるわ。すっかり忘れてた、ミカのメダルガチャ無料分やりました。5回とちょっと溜まってたメダル分やったわ。ちょっと息抜きようと思って、やったやった、メダルガチャで増えてました。失礼しました、びっくりした。もう何も考えずに引いちゃった、すごい超えちゃった。で、こっちだよね、こっちで合ってる、ラストいい、あるね、あるね。いやー、びっくりした。びっくりした、びっくりした、ごめんなさい。びっくりした、びっくりした。はい、すいません、驚かせまして。はい、クリアいけましたので、タクロースキンチェンジです。はい、来ました。先ほどタクロー侍でコラボの塔3回を2回目突破したので、タクロー侍を受け取りたいと思います。いや、3回2回もあるだけど、私4回がね、なんかわかんなくなってできなくなっちゃって、はい、結構かかりましたが、4回と3回やりまして、はい、すべてのチャレンジをクリアで、拓郎侍スキンチェンジいけました。もうソリアトがすごいね。いや、でも拓郎はお侍さんでもちょっと凛々しい感じ、たけしはね、ちょっと困り顔でしたけど、これもかっこいい。いや、そもそもが拓郎侍を1体目ゲットするコラボマップで青逃げがめちゃくちゃしんどかった。あれで結構かかって、4回もかかって3回も慣れるまでっていうので、まあまあ大変でしたけど、なんとかスキンチェンジいけました。ありがとうございます。8月19日までですね。はい、どうもセリカです。
それでは今月曜日でガチャが来た当日なんですが、朝ちゃん来たので今回も3体出るまでマックスで引いていきたいと思います。無料がついてるのはねありがたいですよね。1日1回で、前回のカメちゃんが結構神引きだったような、15、6万で揃ったような気がするので、ちょっと期待はしてしまいますが、朝ちゃん可愛いからね、スキンチェンジまで一気に行っちゃいたいと思います。よし、大丈夫かな。なんと青ゼニが結構回復してまして、スタートの青ゼニが、これって一回無料かな、わぁ、これ無料。あれ今ので無料消えたかな。出だしが9,906,543枚からスタートいきます。どうかな。またねコラボが来そうなんですよ。大きなコラボって書いてあったので、またガチャも来そうなのでっていうのと、前回がね神引きだったというか確率がちょっと変わったのかな、出やすいと思って引きたい。まだ一応ツイッターとか見てないので、皆さんの引きがどうとかはまだ見れてないですが、一応ガチャ来た当日にやっています。あのメダルがね、私まだミカちゃんが揃ってないのでメダルが欲しくいないよね。メダル確率アップで先に引いちゃいたいと思います。いつもねメダルガチャだけ残るんで、あとはスキンチェンジも全部狙って、今回もフルコンプでランキング入ればヒロシですもんね、それを狙っていきたい。おっと出ないぞ。一応8月に入ったので、あの青ジェムと多少交換をして回復したりなんとか、まあログインでも結構もらえますからね青ジェに。で青のドームリセットかかってるんで、それであの青ジェにはいっぱいもらったり、重いぞいきなり。で、なんとかこちゃこちゃ集めて990万まで行きましたが、どうかな?なんか、静かだね。まあ、一体だけ狙うっていうのはなかなか厳しい。これシーズンガチャ入っててくれたら、ありがたいんですが、ガチャ今何個あんのっていうぐらい、すんごいガチャ、めちゃくちゃあるこの丸の数が。あ!お?出ました。やっと一体目。ちょっとね、100連分ぐらい一回、カットはしてますけど、230連ぐらいかな。で、1体目来ました。そうですね。6万ちょっとですもんね。あ、怖い。非常に怖い。このまま引いたら出るかな。2体目、3体目の感覚がちょっと怖いですね。毎回。で、あんまりにもひどかったら、ジャンプしてます。カットしてます、きっと。どうだ?なんかね、星さんが結構来てくれると、中身がいい感じで回って、お?来てるぞ。ごめんなさい、なんか押しちゃった。課金になりそうだった。夏っぽいのが来てる。待ってね、怖いなこれ。あーダメだ、怖い。うん、やばそうな予感。15、6万ではきついかな。今は9万ぐらいかな。うん。いやちょっとかかりそうだな今回。いや、やばい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 。でもスキンチェンジめちゃくちゃ可愛いんで、スキンチェンジ狙いたい。うわー、ダメかな?今11万ぐらいか。うわー、怖い。うんうん、やばいやばい。虫取り3匹いた。待ってね、ごめんなさい。2体目をまた見逃してたのかな ?2 体目出たらもう一回撮影開始しようと思って、いたところもうスキンチェンジ入っちゃいまして、見逃してたかもしれない。あとで最終的に青銭がどんだけかかったかは差し引きで出そうと思いますが、いきなりこの画面なっちゃいました。あ !2 体出てるやん、見逃してなかった。2体目3体目なるほどね。あーよかった、もう最近目がおかしいのかと思って、よかったです。2体目3体目一気引き、これは最近あんまりなかったのでちょい神引きですが、ですがまあまあねかかりました。この間に、はい、なんと青銭が966万まで減りましたので、電卓で計算するとカチャカチャっとして23万7千枚かかりました。そんなにかかった。うわー、2人ともスキンチェンジで40万ぐらいかかかった感じでございました。ありがとうございます。以上、私のもののけのガチャでした。はい、ということで、もののけコラボ現段階ではミカが私あと1体メダルガチャで残ってるのでこんな感じですが、一応ほぼ
コンプできてる感じです。あとはヒロシをゲットしてっていう感じですね。多分この動画が上がってる頃にはもう新シーズンが来てると思いますが、プラスなんかお知らせも来てるかもしれないですが、とりあえずこっちの動画お届けしたいと思います。はい、ということでございます。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらショート動画や過去にも動画、変な動画いっぱい出してるので、ぜひ気になる方は覗いていってください。それではまた見に来てください。バイバーイ。